というわけで、今夜もこんばんは。今夜も可愛く美しくおしゃれにコーデしていきましょうね。センシルさんのお時間ですよ。ハッピーハロウィーンというわけですね。今夜はハッピーハロウィーンということでねえ、今夜もご覧いただきまして申し合わせます。ねえ、いや、今夜もご覧になってくれた君、もちろん愛していますよ。いや、マジで本当に、いやー、本当にね、目の前にいらっしゃったらね、トリックアトリートと、ねえ、言いたいぐらいっすよ。本当にいたずらかお菓子かみたいなね。ねえ、お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。ねえ、でもどんなお菓子もらったらいいかな。うまい棒、ねえ、チョコのうまい棒ください。ねえ、そういうわけですね。とりあえずですね、今夜も張り切って、ねえ、可愛くコーデしていきたいと思います。ねえ、とりあえずですね、早速、今夜も私のコーデをご覧になっていただいてから、ねえ、今夜やっていこうと思ってることをね、やっていきたいんですよ。とりあえずですね、今夜のコーデはもちろん、トリックアトリート、ハロウィン仕様です。ねえ、ハロウィン仕様パート2みたいなね。ねえ、前回の魔女っ子から一変ちょっとシックな、感じになってみましたけども、シックってどんな意味なんですかね。トラッドな服装がとかですね、今言ったようなシックに決めてみましたとかね。いやー、どういう意味なんですかね。なんかこう、詳しい意味はよく知らないんですけども、ね、こんな服装というか、この感じの時には、こう言うっけな、みたいなね、そんな感じで、ワードを使っておりますけれども、ねえ、今回このシックなドレスでね、ねえ、決めてみました。そして動画をご覧になっている君は、気づいているかな？ねえ、実は足元にね、可愛らしいリスがいるんですよ。もうここ気づいた人はだいぶこう、なんだろうね、コナン君ばりの洞察力あるんじゃないかなと思うんですけど。そうですね。背景と、ね、そしてハロウィンコウ君はですね、ギフトでいただきました。また、ありがとうございます。本当にありがとうございます。なんかもらったばっかで本当に、なんかこう、すいません。せめて動画内でね、こう、ご紹介させていただきたいと。ねえ、思って、ねえ、使わせていただいてるんですけど、ね、ありがたくですね、使わせていただいてるんですけども、ねえ、逆にですね、こう、ハロウィン逃せねえなと、ねえ、いう感じもありまして、もうここでね、ピンポイントで、やっぱ決めるときは、決める男って、やっぱいいっすよね。ねえ、でもよかった、こう、外さなくて。ねえ、そんな感じですね。ところで、ハロウィンって31日、であってますよね。なんかこう30日の時点でね、こうみんなハッピーハロウィンとかね、言ってるんですけども。ね、あとハロウィンのイベント。ね、池袋ハロウィンのなんだっけ、フェスティバルだったかな、池ハロ。ね、なんか池ハロっていう、略称の方がこう浸透しすぎて、正式名称なんだっけみたいなね。ね、感じもあるんですけども。ね、池袋のハロウィンイベントがね、あるんですよ。僕地味ハロウィンとか、あと日本橋かなんかでもあったんでしたっけか。ねえ、なんかどっかの、町、自治体さんがずっとこのハロウィンイベントをやってたりとか、結構前からですね、ハロウィンイベント自体はあったんですけども、ねえ、本当にハロウィンが、ここまでこうね、こう、なんだろうね、一般に浸透というか、ねえ、恵方巻きとか、クリスマスとか、ねえ、その勢いでこう浸透してきたなって、本当にね、ここ何年かだと思うんですよ。ハロウィンイベントが気になるところだと、ね、はは、ハロウィンだよ、はは、みたいなね、ねえ、感じの喋り方をする世界的にね、有名な方の、ね、ランドとかで、ねえ、ハロウィンイベントとか、多分やってると思うんですけども、ねえ、いやー、なんかね、夢の国ってしばらく行ってねえな。夢の国に行きたい。そんな私です。そんな感じでですね、今回はハッピーハロウィンと言った感じのですね、コーデにしてみました。こう一味ね、こう違う感じに仕上げてみましたというか、ハロウィンアイテムはなかった、怪しいですけども。ね、本当にですね、ハロウィンのね、アイテムをくださった君、申し合わせます。ねえ、そんな感じですけども。本当に、あざます。ねえ、コーデに使わせていただきました。あざます。さあ、というわけでですね、今回はいよいよストーリーいきますか。いきますか。さあ、ついに8章ラストに行ってみたいと思うんですけども、いやー、毎回言ってんですけども、このラストステージがあってエピローグがあってっていう感じなんですよね。だからもう1ステージあると思うんですけども、いやー、どうなっちゃうのかな。
ハロウィンの装いで8章来たのって多分、私ぐらいじゃないかな。ここが、秘宝が生まれた場所？静かで冷たくて怖いのに、なぜだろう？少し綺麗。思ったより広い場所みたいだね。なんか BGM 乗ってないっすよね。気のせいかな。ここにいてもしょうがない。早くサインを探すぞ。セイジパイセン、ここまで来たってことは。セイジパイセンもやっぱりね、こう、口ではね、こう、なんつうの、辛辣なことをね、言っちゃったりもしますけれども、やっぱりこう、思ってくれてるんですね。やっぱりサイパイセンのことが心配なんだよね。素直じゃない。いやー、素直じゃないなー。あ？いえ、なんでも。不思議だね。密室ってわけでもないのに。物音一つしないなんて。ああ、やっぱ BGM がないよって演出なんですね。たまにですね、実況の動画を撮らせてもらってると、たまに音入んない時あるんですよ。たまに音入んない時があってですね、前回の動画とかも最初の方音入ってなかったと思うんですけども、いやーなんかこう、録画失敗したかなと思って、こうね、編集続けていったら途中から音が入ってまして、ねえ、なんかこの、録画機能もこうね、不具合というか、たまにね、なんか変になったりしますね。本当に、サイパイセンとグリードさんはここにいるんでしょうか？ラグシ叩いてないで、他を探すぞ。あ、セイジパイセン、あれ、あそこ何か光ってますよ。行くぞ！ダダッダ！くぉ、すごい！サイパイセンでいいんだよね。今までみたいにこう、そっくりさんの王女様とかじゃないよね。サイパイセンどうしちゃったの？サイパイセン、ちょっと待って。なんか、くしかもこの、なんだろう、二人のコーデが、こう、なんつったらいいかな。お揃いというか、同系統になりましたね。あれは祭壇、それに中央で光ってるのは、ちょっと待って。まさかグリードさんが光ってるとか？やはり来たのか。グリード！今は神聖な儀式の最中なんだ。邪魔をしないでもらいたい。サヤパイセン！バチ！あ、ちょっと待って。光ってるのサヤパイセンだったの。いやー、今ちょっとこのね、イケオジのグリードさんが光ってるのかと思った。いやー、発光するおじさまって、ちょっとね、面白っと思ったんですけども。ああ、サヤバイ戦だったんだね。いた！リコさん大丈夫？はい。結界か。結界？これじゃ、サヤバイ戦に近づけない。てかちょっと待って、コーデバトルを、こう、なんだろう、マイステージやりますよね。こっからどうコーデバトルになるの？コーデバトルに活かすと結界が解けるみたいなこと？あの中央の。ああ、祭壇の上で光ってるのが、俺たちのパズルのピースだ。ああははははサヤパイセンでもなかった。パズルのピースだったのが。あれで秘宝を復活させるつもりだ。でもさ、秘宝のかけらっていうわけじゃないですか。かけらって全部で何個あるんですかね。いやーでもちょっと考えてみると、かけら全部ないと完全な形にはならなくねっていうね、感じもありますけれども。サヤパイセン、これはなんだろう。呪文か何か唱えてんのかな。これは呪文？大当たりだよ。いやー、この私の、このね、ゲーム的第六感というか、冴え渡ってますね。サイパイセンの体が光って、サイパイセンも光り始めた。いやー、最初の予想、こう、外れてたけど当たってた。お、音が出てた。この光。ようやくこの時が来た。ずいぶん待ちわびたぞ。サイパイセン、ダメです。それ以上したら、サイパイセンの体が。ゴー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 。今度は何？地面が揺れてる。建物が崩れ始めてるんだ。ちょっと待って、なんで？危険だ。すぐにここを出ないと。そんな。呪文も建物も古すぎるんだ。このままじゃ持たないぞ。ちょっと待って、呪文も古すぎるってどういうこと？もっと今時系な呪文で言った方がいいんじゃないかな。いや、マジ。パネフコ、復活しねえから的な呪文的な、みたいなね。
今時じゃなくて車内だけじゃないか。一緒に帰りましょう。さや、ここでやめることは許さんぞ。このまま続けるんだ。声が届かない。一体どうしたら。しょうがない。こうなったらおい、リコ、耳を貸せ。え？今からお前をな、投げるから。政治パイセン、人を一人すごい距離に投げられる腕力があんの？だって政治パイセンすごすぎじゃねそれ。さやに体当たり体当たりしてこい。政治パイセン、どういうことですか？あの秘密兵器を使うの。秘密兵器って何？ああ。秘密兵器って？この薬と、この首飾りだよ。ちょっと待って、初耳なんだけど。何？薬と首飾りって。この薬を飲むと、どんな重いものでも投げ飛ばせるようになる。ちょっと待って。すげえじゃん、その薬。私もその薬欲しい。どんな重いものでもって。いやー、そっか。こう、ゲーム内の私、女子だもんね。この首飾りは一回だけ結界を無効化できる。すごい。そんなすごいものお二人はどこで？パートナーにもらった。ちょっと待って。マジで？じゃあ私もライブから何かもらえるんじゃない？お前の声なら、きっとサヤに届くはずだ。でもサヤパイセンとの付き合いって意味だと、政治パイセンとか、シオンパイセンの方が長いんじゃね？でもそっかそっか。逆に私は、ライム君から何ももらってないから、こう、声を届けに行く係なんだね。でもサヤパイセンのそばにはグリードさんが。そっちは任せて。チェリーにもらった魔法の粉がある。ちょっと待って、魔法の粉って何？それで少しは時間稼ぎができるはずだよ。よし、準備はいいか。ちょっと待って、私の知らないアイテム出すぎじゃない？いるぞ。おーりゃ。ビュン。ん？サヤパイセン、ちょっと待って。本当に体当たりしにしちゃったよ。ドン。話しません。女神のドレスでバトルしてくれるまで、話しません。ここでバトルするの？声を届けるんじゃなかったの？でもそっか。この世界でこう、語り合うとしたら、やっぱコーデバトルしかないですからね。ねえ、一瞬で理解した。一瞬で理解した。そっかそっか。これはちょっと取り行かなきゃなんないのか。とりあえずですね、サクッと入手してまいりました。さ、おすすめコード押していきましょう。いやー、ゴージャスー。そして、お久しぶり、黄色いジャケット。ねえ、いやー、そっかそっか。この、なんだろう、大一番に、こうね、コーデで選ばれたのが、この黄色いジャケットってね。ねえ、運命感じますね。いやー、思えばこの黄色いジャケットには本当にね、お世話になりましたよ。いやー、しかしこの審判のドレスを絶対着なきゃいけなかったのかな。さっきのね、こう、ハロウィンの黒いドレスでもよかったと思うんですけど。いやーでもね、私ゴージャスだけは強いんですよね。ねえ。私がこう、なんだろう、持ってるアイテム的に弱いところってどうかな？セクシーとか可愛い系かな？でも大人系っても弱いかもしんないっすね。ねえ、なんかシャイニングタワーとかで、その辺のね、こう、コーデテーマが来ると、だいぶ厳しいっていうね。さ、何が出るかな？いやー、このアイテム本当に、いっぱい欲しい。さ、サヤパイセンに私のコーデバトルの、ねえ、声は届くんでしょうか？ぎゅ、帰りましょう、サヤパイセン。ダミよ、このまま帰るわけにはいかないの。私は必ず、秘宝を復活させる。ガラララ。リコ、サヤ、危ない。天井が、サヤ。私。そうだ、あの時天井が落ちてきて、サヤパイセンは、とっさに私を突き飛ばした。サヤパイセンは私をかばおうとして。サヤ、サヤ。
目を覚ませ。ちょっと待って、栽培船大丈夫な？栽培船、頭から血が出てる。来るな。栽培船は大丈夫なんですよね、グリードさん。早く早く病院に。栽培船に何かあったら絶対に許しませんから。トゥビコン、トゥビコンでニュード。お、やっぱりエビロンがありますね。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これはどうなったの？いや、本当にどうなったのこれ。儀式は失敗して栽培船もちょっと、こう、怪我しちゃった的なこと？いやー、気になるな。ちょっと待って。さ、そんな感じで気になりますけれども、戻ってまいりました。そしてですね、なんと、センシルさん、セカンドアニバーサリーが近づいておりますよ。ねえ、いや、本当にですね、こう、早いっすね。ねえ、なんか、センシルさんのね、一年、ね、ファーストアニバーサリーって、ついこの間やった気がしますけども、ね、もうすでにね、こう、セカンドアニバーサリーだそうで、私はいつ頃から始めたんだっけかな。多分ですね、このセンシルさんシリーズがですね、アップされた一番最初の動画、がね、アップされた日とかのあたりから、ねえ、あの、センシルさんね、こう楽しく遊ばさせてもらってるんですけども。いや、いろんなことありましたね。いや、あんまりこうね、ここで振り返ってしまうと、ねえ、セカンドアニバーサリーの時にね、こう振り返るあれがないですから、そこに撮っておきましょう。でですね、セカンドアニバーサリーのね、足音も聞こえてきつつも、ねえ、ファッションの続きも気になりつつも、今回も、いい感じの時間とっておりますので、ねえ、ここまでにしたいと思います。ねえ、今日もここまでご覧いただきまして、ありがとうございます。本当にね、今日もここまで見てくれてありがとう。重ねて、ね。あとですね、よかったらチャンネル登録、高評価、コメント等もぜひよろしくお願いいたします。特にですね、コメント等していただきまして、ね、ぜひ私と交流いたしませんか？ねえ、本当にですね、ぜひね、コメント等していただきまして、一緒にね、このチャンネルを、にぎやかに、してまいりませんか？そして、チャンネル登録、マジお待ちしております。ねえ、まだチャンネル登録してなくねっていう君、ねえ、お友達も誘って、ゆう登録しちゃいなよ。ねえ、楽しい動画が周りだくさんありますので、ねえ、ぜひですね、チャンネル登録の方もしていただきまして、ねえ、応援してくださいね。ねえ、今こう、じわじわ来てますから。ねえ、今のうちに、このウェーブ乗っといた方が、良くない？良くない？ねえ、そんな感じで。そして、こちらの方がですね、私のセンシルさん内でのプロフィールになっております。名前とマイコードが載っておりますので、よかったらですね、フレンド登録の方よろしくお願いいたします。YouTube で、毎日センシルやってるのあすかです。よかったら、動画も見てみてね、チャンネル登録もよろしくね、ということで、重ねて、よろしくお願いします。ねえ、そんな感じですけれども。ね、そんな感じでですね、今回はここで終了していきたいと思います。ね、今日はこう、ハロウィンですけれども、ね、こう、楽しいハロウィン過ごせたよっていう金も、ね、いや、この動画を見てから、こうね、ハロウィンの楽しいいろんな、ね、あれがあるんだよっていう金も、ね、ハロウィン楽しんでくださいね。私もなんかハロウィンっぽい、こう、お菓子何か買って食べますかね。ねえ、そんな感じなんですけども。そんな私とはですね、また次の動画、いやさ、次の夜にまた、お会いしましょう。お相手は、あなたの、夜の、お友達、私でした。それじゃあ、また次の夜に、それじゃね。